はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットズーの次やってまいりまーす。というわけでね、だいぶ久々となりますが、前回のおさらいですね、こちら西チンパンジーさんたちの飼育エリアを、作ってみましたと。はい、ご覧のような感じでですね、主にこのジャングルジムに力を入れて、それを中心に、飼育エリアを作ってきました。で、今回もですね、続きをやっていきたいんですけれども、確かですね、前回の動画の最後にですね、これからは猿森と呼ばれる、いろんなお猿さんが飼育されているエリアを作りますと、予告したんですけれども、大変申し訳ございません。ちょっとね、プランを変更させていただきます。しばらくですね、猿森の方の制作は延期いたしまして、こちらの寒いエリア冬山の方に制作をですね、やっていきたいなと考えております。なぜね、ちょっとこっちをやりたいのかと言いますと、まあ2つ理由がありまして、今月の8日にリリースされましたアクアティックパック、はい、ペンギンだとかそういったね、動物が新しく加わったということで、そんな彼らをですね、私の動物園に迎え入れるというのならば、やはりこのエリアが一番最適ではないかというのが一つ目の理由。そしてもう一つはですね、まあ12月ということで、クリスマスシーズンじゃないですか。はい、やはりね、クリスマスっぽいことも今月はちょっとやりたいなということで、今回は、このあたりのね、制作を、やっていきたいなと思います。で、具体的にじゃあ今回何をするのかと言いますと、新しく何か動物を迎えるというのではなくて、ちょっとね、リメイクを思い切ってしてみようかなと思います。はい、私のね、チャンネル開設初期にね、作ったこの辺りなんですが、もうちょっとね、一つの冬山、寒いエリアにしても、いくらかね、テーマを設けて、それぞれのテーマに沿ったこう飼育エリアの配置をしていきたいなというふうに考えております。今回はですね、その第1弾ということで、すごいですね、だんだん雨がね、ひどくなってきてるんですけども、第1弾として、この辺りを中心に、いろいろリメイクをしていこうかなと思います。それではね、本日も頑張ってやっていきましょう。さあ、それではやってまいりましょう。まず最初にエリアへの入り口となる部分、もうすでに、こんな感じでちょっと岩の、トンネルは作ってしまっておりますが、どんな感じかと言いますと、ここをくぐり抜けると、どうもいらっしゃい、こんにちは、こんな感じでぐぐぐっとしばらく歩いてもらって、こんにちは、はい、こんな感じで、最初の方に作ったね、冬の、寒いエリア地域の方に出ることができますと。どのあたりかと言いますと、右手にユキヒョウさんがいて、アムウルトラさんがいて、そして左手側には森林オオカミさんとニホンザルさんが、いるところですね、このあたりはね。はい、で、今考えてるのがですね、その2つを分断するような形で、こうして歩道を大きく作りまして、左と右で、それぞれね、ちょっとエリア分けをしようかなと考えております。で、じゃあ具体的にどういうエリアにしたいのか、まずこちら側ですね、左手側はですね、アジア系の雰囲気のあるエリアにしたいなと考えております。はい、まああちらにですね、ニホンザルさんの飼育エリアがありますので、ちょっとね、がっつりね、もうアジアチックな感じを出してあげて、他にもですね、アジアの地域に生息している動物さんたちをガンガンこのエリアに入れちゃいたいなと思います。で、ニホンザルさんはそれでいいものの、こちらに飼育エリアを作りました森林オオカミさんたち、ちょっと今ね、ある事情によっていらっしゃらないんですけれども、はい、ちょっといらっしゃらないんで、ちょっとこちらの写真でご覧いただきたいと思います。森林オオカミさんね、ずいぶん前に私の動物園に導入いたしました、こちらの可愛いオオカミさん。彼らはですね、まあもちろん一部アジアの地域に生息している個体もいらっしゃいますが、ちょっとこの生息域のマップでご覧いただけると分かる通り、アジアに限らずね、北半球のあらゆる国々に、生息しているというような感じなんですね。うん、北米にもいれば、ヨーロッパの方にも、彼らは生息しているということですので、一旦ですね、ここの、森林オオカミさんたちの、飼育エリアは、閉鎖いたします。はい、先ほどね、森林オオカミさんたちの姿が見えないっていうのは、もうすでにこの飼育エリアが閉鎖済みで、残っていた全てのオオカミさんをですね、動物保管庫の方に移したからなんです。はい、もうすでに、準備万端の状態でございますので、早速ちょっと解体作業を、しちゃおうかなと思います。
はい、まず最初にじゃあちょっと木からいきましょうか。ただそのまんま解体するともったいないので、ちょっと木なんかは別の場所に植え直そうかなと思います。例えばこんな感じで、入り口の山となる部分の、この上の部分にですね、思い切ってぶっ刺すとかどうでしょうかね。他にもですね、歩道のそばとかにもこうして、植えてみまして、はい、これでまず木がね、すべてなくなりましたと。うん。で、続いてどうしようかな、必要のない岩とかも、消しちゃいましょう。ちょっとねこれらの岩なんですが、先ほど移し替えた木と違って、移し替える先がね、どうしてもないんで再利用が難しいというわけで、もう先ほどからちょっとやってるんですけど、一個ずつ消しております。はい、消しちゃいますよ。ごめんね岩さんたちね、ごめんねごめんねごめんね。もうでも一個ずつ消すのもめんどくさいんで、まとめて全部消しちゃいます。はい、こんな感じで、まあある程度かつてあったものを消してきましたと。うん。そしたらですね、この跡地に、早速、アジア風な感じのエリアをね作っていこうと思います。そしたらじゃあ今回は、入り口部分として、門をね、作ってみようかなと思います。早速じゃあアジア系のパーツを使ってそれっぽさのあるものを作っていきましょう。そしたらまずベースとなる部分としてこちらの石垣を用意しまして、四角くこんな感じで作りましょうかね。はい。でこれを、もう4メートル上に足しまして、そしたらじゃあそのさらに上に、早速ですね、屋根を作りましょうか。そこで使いたいのがこちら、粘土タイルの屋根、軒タワーリング半分ですね。ちょっとね名前がよくわかんないんですけども、これをですねこの四角にちょうどはまるように設置いたしますと。はい、 OK です。で、もう2メートル上にですねちょっと石垣を伸ばしましょう。こうしてよいしょよいしょと。はい、あ、いいですね。でこの上にさらにちょっと屋根を取り付けたいなと。そこで次に使うのがこちら、粘土タイルの屋根タワーチョーブ。はい、こちらのパーツですね。まさにね、一番てっぺんの部分を作るのにうってつけのこのパーツ、これをこうして設置いたしますと。よし、これで、一応ベースとなる部分は出来上がりました。ここからですねさらにこうアジアっぽさを出すための、装飾をしてまいります。そしたらですねこちらの、すごくシンプルなんだけれども、ものすごく味の出るですね東アジア風ペイントされた材木をですね、側面に設置していきましょう。こんな感じで、でこれをちょっと真っ白にしたやつを、上にこうして並べまして、でもう一度、赤に戻して、こんな感じでまた上に設置しますと。はい、いいですね。なんかオーストリアの国旗みたいですけど、いやオーストリアを作りたかったわけじゃないんですよ。うん。そしたらですねこれを複製いたしまして、それぞれの側面にこうして設置しちゃいましょう。そしたら今度は、縦に伸びる、赤いラインを作っていきましょう。こんな感じで伸ばしていきまして、はい、とりあえずこんな感じでしょうかね。よしよしよし、いいですね。そしたらじゃあこの、オーストリア国旗をですね上に上げて、この辺りにもですねもう一箇所ペタッと貼り付けます。でこっからですねさらにちょっと模様をつけたいので、アジア風ペイントされた材木装飾スクリーンと呼ばれる、こちらのパーツをちょっとこんな感じで、あ、ペタリンコをほいでもってオーストラリア国旗の上の赤の部分だけ、1本複製しまして、こんな感じで、赤いラインをもう一本、増設しますと。続いて今度はですねこちらのパーツ使っていきます。もう名前長いんで読みません。はい、こちらですねこれをこう設置して、横にスーッと伸ばして、クルリンパーさせて、反対側にも取り付けますと。はい、でさらにですね、これをまた複製しまして、今度はですね、上下を逆さにしてクルリンパースーッと持ってって真ん中あたりに設置、今度は横にクルーリンパさせて、真ん中に背中合わせになるように設置。はい、こんな感じですね。よーし。そうするとですねちょっとご覧いただけるように、ちょ暗いな。はい、先ほど設置した赤い飾りとこのね、軒の部分とですね少し隙間が空いてしまっております。ですので、ちょっとこの軒の部分をですね少し下に下げてちょうどくっつくような感じにしましょうかね。こんな感じですね。はい、いいですね。
続いて今度は、上の部分ですね。こちらにも、同じような装飾をしてまいります。そこで使いたいのがこちらの東アジア風窓04番ですね。はい、はい、ご覧のような、ちょうどね幅4メートルのこちらの窓をこうして、取り付けまして、はい、とりあえずこんな感じでしょうかね。よしよしよし、いいですね。ちょっとそしたら上の部分を削ろうかな。最初幅2メートルの壁を設置したんですが、なんか高いように感じるので幅1メートルに変更しましょう。今取り付けた窓のパーツがちょうど、縦1メートルですので、この頂部のパーツをそこにかぶせるような感じですかね、イメージとしては。はい、あ、いいですね。よし、だいぶそれっぽくなってきましたが、まだまだちょっと飾り付けできそうな感じしますね。この下の部分とかね、なんかやってあげましょうか。そしたらじゃあここに、門を取り付けましょうか。アジア風のドアを、こうして、ちょっと浮かせた感じで取り付けまして、で側面にはですねちょっと窓をこうして取り付けまして、で先ほど設置した門の部分に、こちらの天蓋と呼ばれるパーツを設置いたします。こんな感じですかね。もうちょっと下かな。はい、こうですね。よし、であとは地面の部分ですね。こんな感じで、一つタイルを取り付けておきましょうかね。はい、いいですね。せっかくですねこのゲームにはこのような提灯のようなね、パーツもありますので、これを取り付けたいんですよね。ぜひ使ってみたい。そうだな、じゃあこのドアの部分にこうして並ぶようにしたいんですけど、こうなってくると吊るす部分もね、欲しいわけでございます。そしたらこちらのペイントされた腕木と呼ばれるパーツを使いまして、ここからこう吊るされてる感じを出しましょうかね。こうして、上に上げまして、こんなところでしょうかね。反対側にも同様に設置して、はい、どうでしょうか。おー、いいですね。それっぽくなりましたね。いい感じです。よーし、とりあえずじゃあこんなところでいいでしょうかね。うん、もうちょっとでも屋根とかね見直したいんですけれども、例えばじゃあこの先ほど設置した屋根、もうちょっと大きいやつがあるんでこっちに変えましょうか。はい、先ほどよりもですねちょっと、屋根のね長さが伸びたと言いますか、ちょっとスケールがでかくなりましたね。うん、そしたら頂点部分に何か置きましょうか。こちらの粘土タイルの屋根ファイナル、これをですね、一番てっぺんの部分に置きましょう。こんな感じで、よし、これで、だいぶいい感じのものがね、建物が出来上がりました。でこれだと先ほど言った門ではなくてね、もうただの、建物でしかないので門風にしたいと。そしたらこれをですね複製しまして、もう一本建てましょうか。こんな感じで、はい。でこの、それぞれの建物の間にですね、こちらの東アジア風のマグサイシーと呼ばれる、この大きな大きなパーツをですね取り付けてみたいと思います。こんな感じで、はい、どうでしょうか。おー、すごい、できちゃったもんだ。いや、もんだ。そしたらじゃあこれを、ちょっと移動させて、このあとあたりにしましょうかね。はい、ドスーンと。あとはちょっと木なんかをセットしてよりそれっぽくね見せていきましょうかね。はい、どうでしょうか。ご覧のような見た目になりました。いや、いいですね。やっぱりね、桜のおかげもあってか、冬っていうよりかはどちらかというと春っていう感じのイメージに近くなってしまいましたが、まあこれはこれでよしとしましょう。であとは歩道ですね。歩道をちょっと階段にして取り付けましょうかね。はい、こんな感じで、ちょこっと階段を取り付けてみましたと。で、その階段の先が、先ほどの、まあ、スタート地点といったらいいんでしょうかね。そことつながるようにいたしました。こんな感じですね。うん、よし、とりあえずじゃあ本日はですね門を作ったところで、作業の方を終了いたしましょう。お疲れ様でございました。次回以降もですねちょっとアジア風の雰囲気が広がる、広場みたいなものをね作って、そこにですねまあニホンザルさんの、飼育エリアもまたリメイクできたらなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。